はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、安でございます。白血病闘病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいな白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。でそして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。はい、昨日なんですけどね、通院やったんですけどもね、なんとね、採血の待ち時間がね、8分でした。8分。今回の通院はめっちゃ患者さんが少なかったんですね。いつもやったら60分待ちは当たり前なんですけどもね、なんかあったんですかね、月末は生なんでしょうか。いつもよりね、10分くらい早く着いたんですけども、それが関係しているのかもしれませんね。いつも早く来たいんですけど、車で送ってもらう時間帯があるのでですね、送ってもらってるだけで、ね、何も言えないんですけども、でもね、自転車やったらいつもよりですね、30分早く来れるんです。でもね、家からね、1時間ぐらいかかるしね、病院に近づくにつれて坂道がすごいんですよ。家族からは反対されてますので、まだチャレンジはしてません。しかし、すべてが終わったのはね、いつもと同じ時間の午後2時でした。昨日はフルコースやったんですよ。内科と眼科と歯科の3つをね、受診するとね、どうしてもね、時間がかかりますよね。でも僕なんか、まだ少ない方やと思いますけどね、多い人なんかもっとでしょう。例えば、レントゲンとか CT とか MRI とかあったら、その待ち時間もね、ありますしね、順番がね、いろいろあるんでね。で、白血病やったら、骨髄腺腫とかもね、たまにあったりすると、あれもちょっと時間かかりますからね。そして、本題の内科なんですけどもね、白血病における血液検査は今回も良好でした。免疫抑制剤もね、4錠のままいきますよ、このままね。で、何もなければ、次回から減らせるかもって先生がね、ちょっとほのめかしてくれましたね。めかすっていう言い方がおかしいですけども。でも減らしてね、また何かの前回の肺炎のようにですね、病気やインフルエンザの感染症にね、かかったらね、また増えると思うんで、しっかりと予防策をね、取っていきます。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。